はい、皆さんこんにちは、久しぶりの株式の動画となります。今日はですね、ファンダメンタルズで株式投資をやるということはどういうことなのかということをポイントを解説していきたいと思います。そしてこれからちょっと、連載をしていきましてですね、ファンダメンタルズで株をやる時のポイントとなる、基礎知識をですね、これから、随時、連載していきたいと思いますので、ぜひご期待ください。で、ファンダメンタルズでやるときのポイントは4つあります。1つが銘柄分析です。これは最終的に何を求めてるかというと、EPS を出すことです。1株あたりの当期利益ですね。で、次に市況分析。これは例えば、どんだけですね、日本郵政の調子が良くても、ウクライナ戦争が起こっちゃったら、調子が悪くなったりします。まあ、そうか、海運は逆に調子が良くなる場合があるんで、ちょっと今の例えば不適切かな。例えば日産自動車にしましょうかね。いくら車が売れていても、戦争が起こっちゃったらもう全ての株は下がってしまいますから、この市況分析をしないとダメなんですね。これが車の両輪です。これはバリエーションです。倍率、要するに EPS の何倍株価が買われているかですね。例えば近年ですと自動車株はあんまりバリエーションが伸びてません。で、逆にGAFA なんかはね、Amazon なんかはもうものすごく倍率が買われていたりしますね。それは市況分析のバリエーション倍率の分析です。で、EPS とバリエーションをかけたものが理論株価になりますね。一株あたりの利益、それからバリエーションが何倍出てるのか、何倍出てるかについては、戦争になったら倍率は下がります。そしてね、金利が高くなると、特にハイテク株のバリエーションは下がります。とか、いろいろですね、このバリエーション倍率が伸び縮みします。大体ですね、これは15倍ぐらい、平均すると15倍ぐらい。ダウとかだともうちょっと、ダウとかね、S&P とかだともうちょっと高くなるんですけど、日経とか225とかトピックスはだいたい15倍ぐらいです。ただこれが戦争になったら12倍になったりとか、例えば金利が低くなった時に、要は QE がクォンタムイージングが入った場合は、クォンティティイージングが入った場合はですね、倍率がどんどん高くなって18倍とか20倍になったりしますと。だからこの2つを絶対に抑えないといけないです。これどっちがかけてもダメです。EPS が高くなってるのに戦争が起こったら下がりますからね。はい、はい、次、簿記。これ会計です。この1と2は必須なんだけども、3と4はですね、まあ自分なりに時間があったら取り組んでいただいたらいいです。簿記というのは要するにですね、バランスシートが見れるよとか、損益計算書が分かるよとかですね、そういうレベルなんです。細かいですね、簿記2級とか簿記1級の知識があるとか、そんなことはどうでもいいです。基本的なですね、まあ特に貸借対照表、バランスシートの読み方が分かるということですね。自己資本と債務、そして資産というものがあって、資産というものはどういう内訳があるのかとか、債務の中にはどういう種類のものがあるのか、そういうものが基本的なことは分かってないとダメですからね。分かってないとダメというか、分かってたら余計深い突っ込んだ、この銘柄や市況分析が、まあ、特に銘柄分析ですね、銘柄分析が深くなるという意味で3番なんですね。で、4番は会社法です。これはね、この3と4は上級編なんだけど、4番を知っている人はほとんどいません。で、ここがね、私の強みなんですよ。会社法をある程度抑えているということが私の動画の強みです。例えばね、音響が倒産したらとしそうになった、まあ実際はまだしてないんだけど、音響が上場廃止になった時に、このもし倒産したらどうなるんだ、倒産疑義が出てくるわけですね。ただこの倒産疑義が出てきた時は、当然みんな株を売るわけですよね。そうするとどん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 株価が低くなってくる。で、その時にもしそこで会社の業績が回復して、例えば、ベンチャーキャピタルが出資をしてくれたら、一気に会計の運転資金良くなって、キャッシュコンバージョンサイクルが正常化しますから、
もし正常化してたら音響はやれたんですね、うん、だから音響は復活したんです。もし未払い債務、要は買いかけがですね、あれ48億とか溜まってたのが、誰かが100億ぐらい出資してくれたらですね、それ全部返して、そして部品を仕入れることができた。そしたらある程度マーケットで売るビッグカメラとかね、アメリカとか売ることができたから正常に回転し始めるわけですね。でそういうふうに倒産するかもしれないよとなったところが、復活するとですね、これは株価がドカーンと上がります。そうすると紙くずになるのかどうか、もし復活したら10倍になるっていう、この非常にハイバリュー、これはね、若い頃バフェットさんがやってたんですね。この、まあ、倒産銘柄に手を出したかどうかっていう非常に際どい、それは倒産銘柄かどうかっていうのは、どれが倒産銘柄っていうのは際どいところなんですけど、割とバフェットさんは最初ハイバリューを手を出していて、若い頃ですね。で、いわゆるこのバリュー株の逆のグロース株、もうすでに調子がいいところですね。すでに調子がいいところは手を出さないというのがあの人の名が、流儀だったんだけど、晩年はグロースもある程度買うようになりました。だからちょっと変化が見られると言われています。これ有名な話ですね、結構ね。で、この会社法をやると、この倒産危機銘柄が本当に倒産をするのかどうかを分析することができるんです。で、私は株をやって最初の頃は、この倒産危機銘柄ばかりに注目をしていたんですね。三菱自動車とか、高田、音響、まあ音響は買いませんでしたけど、あと、いろいろ他にもね、やってきたんですよ。ああ、シャープですね、シャープ忘れちゃダメだよね。とかジャパンディスプレイとかですね、倒産するかもしれないよという会社、これが復活したらめちゃくちゃ、これが復活したのがシャープなんですね。倒産したのが高田なんです。これ私勝って負けてってどっちもやってますから説得力があります。で、ただですね、この会社法の私このファンダメンタルの4か条、この4つを全部押さえたら強いです。だけどこれ僕の理論ですよ、僕の独自理論なんですけども、僕はもうこれ4つともマスターしてますから、ある程度自信がありますから。ただね、この最近私がちょっと方向転換し始めたのは、わざわざ倒産危機銘柄に手を出さなくても調子がいい銘柄でも10倍になる転売があるというのはよくあるんです。だからそれを見つければいいわけであって、わざわざ好き好んでですね、こんな紙くずになるか10倍になるかっていう銘柄に手を出す必要はないんだという考えに今ちょっと変わりつつあります。ただですね、そうは言ってもどれが10倍になるかなんて分かんないですよ、はっきり宝探しみたいなもんですから。だからじゃあ一般の人どうするかというと、倒産になる、やれシャープ、高田、音響とか倒産しそうだっていうのはどんどん日経新聞とか報道、ヤフーニュースとかに出てきますよね。だから一般の人でも目にしやすいっていうメリットがあるんです。倒産危機銘柄はこれは報道がすごいんですよ。だから気づきやすいっていうね、どれがですね10倍になるかなんてわからないんだから。ただこの倒産危機銘柄については報道が出るから、あっと思って気がつくんですね。で、気がつくってことは研究をし始めていったら、もしかしたら紙くずになるかもしれないけど10倍になるかもしれない。例えば大塚家具なんかもそうでしたね。大塚家具の着地点は結局山田が買収しましたから、可もなく不可もなくという感じになっちゃいましたね。だから紙くずか10倍かって言ったら今の通りだったっていう話で、あんまり美味しくもないし損もしていないっていうことだったんですけど、シャープはもう5倍ぐらいになりましたね。高田は紙くずになりました、うん、でこれなんですけどね、だから私はこれは今最新の私のスタンスとしては、わざわざ倒産危機銘柄に手を出さなくてもいいんだっていうのがあります。ただ初心者はこれに挑戦してみてもいいでしょうね。もちろん捨て金ですよ。自分が捨てたい、捨ててもいいと思う金じゃないとダメですけど。
ファンダメンタルズの分析の話でしてます。銘柄分析と市況分析、銘柄分析で EPS を判断しますね、EPS 判断します。市況分析でバリエーションの倍率をどれぐらいの妥当なのか、もうすぐ戦争が終わると思ったら、だから私が戦争の話をよく研究しているのはなぜかというと、これなんですよ。いつ戦争が終わるかということを分析できたら、バリエーションがそこから一気に上がっていきますから、EPS がそんなに振るわなくても、これ全部株価が上がっていきます。あとはその FRB のね、金利、政策金利が上がる下がるっていう、これ政策金利が下がったらバリエーション上がりますから、簡単に株価上がります。だから極端な話で言うとね、銘柄分析を全くせずに市況分析だけやって225の、何かそういうファンドを買うっていうのもできます。それだったらもう銘柄分析する必要ないです。こういう人も実際多いです。市況分析だけをやって、あとは全部、指数を買うんです。225を買ったりトピックスを買ったりですね、要はそういうインデックスファンドですね、 S&P でもダウでもいいです。バフェットさんはこうも言ってますね、銘柄分析というよりも S&P500 を買って黙って持っとけって言ってますよね。それは市況分析と一緒で、まあ市況分析とまでは言えないかな。アメリカの株は新陳代謝が激しく、いろいろなその多民族国家でね、経済がどんどん成長していく国だから、S&P さえ持っとけば10年20年の単位でどんどん上がっていくんだよっていう、まあこれはある種すごい達観した考え方ですけどね。まあそういうふうに市況を捉えているということ、アメリカの市況というものをそういうふうにざっくり一言で捉えるとそうなる。ただ短期ではですね、市況分析しなきゃいけないので、戦争が終わるか続くかみたいなこととか、あと FRB が金利を FOMC でですね、次の FOMC で 0.5% 上げるのか 0.25 なのかとか、そういうことを考えなきゃいけないです。そしてその上で簿記とか会社法をマスターすれば、この倒産疑義銘柄、特に会社法ですね、特別決議で3分の2以上を取ったら何でもできます。 100% 減資もできますし、事業合併もできますし、事業譲渡もできますし、株式合併もできますし、何でもできるんですけど、会社法の3分の2とかですね。あとはその債務超過になった企業は、株主総会をしてですね、3分の2の決議をいらないんです。これ代替許可って会社法で言うんだけど、債務超過になっている会社はね、株主の権利がゼロ以下になっているとみなされるんで、債務者の多数決で、債権者の多数決で決まるんです。債権者っていうのはクレディターのことですね、お金貸してる人。債務超過になった場合は株主の権利はゼロになりますから、債権者、その会社にお金を貸してる人が全部物事を決めていいんですよ。これが日米の倒産破産、そういった法制の立て付けなんですね。まあ、こういったことが会社法のそれで分かってきます。で、簿記、これも EPS 分析するときに簿記が第一です。自己資本がどうなってますかっていうのは、音響の分析をするときにもうこれは完璧にできましたよね。自己資本の中でも、非支配持ち分の株主は除くとかですね、まあやりだしたらキリがないんですけど、これが4つ、これでファンダメンタル分析をやっていく。そして私がいつもやってるのが銘柄分析、これは今6銘柄やってますね。それを参考にしながらやってください。そして今後連載シリーズで市況分析をやっていきます、ね、例えば次やるのが、第1回目やるのがですね、 ISM 製造業、これを解説していきます。で、簿記と会社法はその例えばね、音響の動画とか見ていただいたり、あと武田薬品の合併のスキーム、これ完全解説したら、これで登録者がね80人近く増えたんですけど、武田薬品の合併のシャイヤーと合併したスキームを完全解説っていう動画があるんですけど、これが私の動画の中で一番登録者が伸びた、80人近い登録者がそれで増えた動画なんですけども、それもですね、結局会社法のお話がある、から分かるわけですね。これがファンダメンタル分析で、これとは別にですね、マインドの問題、マインドセットの問題があるんですけど、マインドセットの問題があるんですよ。
こっちね。こっちはちょっと今今回書きませんでしたけど、マインドセットの問題もあります。これは捨て金でやるってことですね。あの命金でやると、要は自分の生活資金でやると、取引がね、全部逆になってきます。うん、一番そこで売らされるし、一番高い時に手を出してしまう。これマインドセットの問題で、まあこれはこれでまた別にやらないといけないですね。ファンダメンタルズ、マインドセット。そしてもう一個あるのがテクニカルです。これは私は全く信用してません。テクニカルというのは何かというと、ムービングアベレージで移動平均です。あの、ボリンジャーバンドも RSI も MACD もストキャスもグランビルも全部そうです。はっきり言って、あの、ある過去の期間の中で、大体どれぐらいの値動きが、幅があったのか、これ標準偏差でもいいし、レラティブストレングスっていう、あの、この値上がり値下がりのやつでもいいし、ストキャスティクスだったら、高安を見てもいいんですね。MACD なんかはね、短期移動平均から長期移動平均を引いて、まあ、要は移動平均なんです。移動平均に、最終的に株価は移動平均に近づくんだよっていう理論なんですね。これ全部そうなんです。テクニカルは全部これだと思ってください。ややこしい。一つ一つの解説は、あの、皆さん見てくださいね。私は全部マスターしてます。で、移動平均に近づいていくんだよ。例えば移動平均からものすごく乖離した株価はそこに近づいていくんだよ。移動平均を跳ねるボールのようにね、ポーンと跳ねたら戻っていくんだよ。下がったら戻っていくんだよ。これがあの RSI もストキャスティクスもですね、あのオシレータ系とかいろいろ言われているものも全部その理論なんですね。高く、今までの値幅から考えて高くなりすぎてるよねとか、そういうですね、極端な値は修正されるんだっていうことです。で、よくですね、開けた窓閉めるっていう人がいるでしょ。ね。今日はギャップアップして始まったんだから窓はいくつか閉めるから見とけよって。それはこの考え方から来てるんですね。極端な値動きは訂正されるんだよ。これがテクニカルの考え方です。ただ私は全く信用してません、これは。株というのは EPS、一株あたりの投機利益にバリエーションをかけたものです。この定式はもう絶対僕は自信持ってますね。これです。こっちは×ですね。まずこっちがおかしいのは、移動平均に日々の株価は近づいていくんだとしても、日々の株価が移動平均を形成してるわけでしょ。ということは、鶏か卵って堂々巡りじゃないですか。ね、そもそもこれに気づかないといけない。株価というのはあくまで株、その会社が利益を出すから株が上がるんでしょ。これがね、基本なのに忘れちゃってるの、これ。何か機械的に、株価がね、予定調和のように、ある地点に収束していくっていうような捉え方をしてるんだけど、で、これはね、この考え方は間違っているんだけど、ただ多くのプレイヤーがこれを信じている以上は、多少これも見なきゃいけないっていう部分はあるんです。株は美人投票ですからね。どう見ても美人じゃないのに、みんな美人だと言ってるよ。そしたらそれ見とかなきゃいけないですね。うん。まあこれなんです。EPS かけるバリエーションです。銘柄分析で EPS。実況、市況分析でバリエーションです。世界経済を見とかなきゃいけないんです。ね。で、今後ですね、これは解説していきたいと思います。市況分析のバリエーション分析を今後解説していきたいと思いますので、ぜひ、ご期待ください。